Yahoo メールの画面を開いた状態です。メールの作成をクリックし、To をクリックします。アドレスブックから、宛先に設定したい連絡先のチェックボックスにチェックを入れ、選択した連絡先を挿入をクリックします。To に、 アドレスブックで選択した連絡先が設定されました。メールを作成し、送信をクリックします。メール作成画面から、アドレスを選択してメールを送信できました。